地球温暖化の原因。地球温暖化は人間の産業活動に伴って排出された温室効果ガスが主因となって引き起こされているという説が主流である。気候変動に関する政府間パネルによって発行された IPCC 第4次評価図下書によって人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は90%を超えるとされている。 IPCC 第4次評価報告書は、現在世界で最も多くの学術的知見を集約し、かつ世界的に認められた報告書であり、原因に関する議論が行われる場合も、これが主軸となっている。地球温暖化の原因に関わる学術的な研究は、学問全般に同じく研究者が論文を発表し、それが作読を経て認証されたものが、基本的な資料となる。 この膨大な量の論文や研究をもとにして作られた気候モデルによる計算の結果などをもとに研究機関や国際機関が原因について検討を行い報告書という形で公表する。この報告書が地球温暖化の原因を総合的に判断する材料となる。報告書を発行するような機関としては気候変動に関する 政府間パネルが最も大規模で有力なものであるが、各国の研究機関などでも独自に報告書を発表しているところがある。このほか、地球温暖化の研究者や研究機関が集まって、地球温暖化の原因などの科学的議論を行う世界気候会議などの枠組みがある。また、世界気象機関で決定された世界気候計画など国際的な研究計画も立てられている。 これは IPCC 第4次評価報告書からの抜粋です。IPCC 第1作業部会による報告書 The Physical Science Basis 自然科学的根拠 AR4WGI が発行された。この報告書は気候システム及び気候変化について評価を行っている。多くの観測事実とシミュレーション結果に基づき人間による化石燃料の使用が 地球温暖化の主因と考えられ、自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。それぞれの原因が気候に与える影響に関しては科学的な理解水準が異なる。温室効果ガスに対する科学的理解度は比較的高いが、雲や太陽放射変化などの気候因子は理解水準がまだ比較的低い。 また専門家の間で意見が分かれる事柄もあり、報告書にも意見の一度として評価結果が記載されている。気候システムは自然の内部的プロセスと外部からの強制力への応答との両方によって変化する。外部強制力には人為的要因と非人為的自然要因がある。その外部強制力としては温室効果ガスやエアロゾルなどがある。 気候変動の項目も参照。上記の IPCC 第4次評価報告書では特に人為期限の二酸化炭素やメタンなどの影響量が大きいことが指摘され、これに関する科学的理解度や専門家の意見の一致度は高い。その他の温室効果ガスや影響要因の中には科学的理解度が不足しているものや専門家の間でも意見が分かれる事柄も存在する。 温室効果ガスは、主に二酸化炭素、メタン、代替フロンなどのことである。これら温室効果ガスは、太陽から流入する、可視光の日射エネルギーを透過させて地表面を温め、地表から放射される波長の長い赤外線を吸収しやすい性質を有している、温室効果。そのため、温室効果ガスが増加すると、地球に入る、太陽放射エネルギーと、地球から出る。 地球放射エネルギーとのランスが崩れ、バランスが取れるようになるまで気温が上昇し、地球温暖化が進むと考えられている。実際、温室効果ガスは、現在の地球を平均約摂氏14度の温室状態に保っており、それが存在しなければ、地球の温度は、現在よりも約摂氏30度低くなり、高等な生物が存在することが不可能になると考えられている。 温室効果ガスごとに地球温暖化への影響力は異なり放射強制力で表される。二酸化炭素やメタンは環境中での寿命が長く影響力も大きいとされる。一方、水蒸気のように相反する効果を併せ持つものもある。水蒸気とオゾンを除いたほぼ全ての温室効果ガスは炭素原子を含む物質であり、温室効果ガスの濃度を考える上で、 地球上での炭素循環のシステムを理解することが重要とされる。また、複数の温室効果ガスを合算して取り扱う際は、二酸化炭素、または炭素の量に換算する場合が多い。化石燃料の燃焼、セメント製造時の石灰石、およびドロマイト等の焼成プロセス、土地利用の変化などによって、毎年約73億トン、2004年、炭素換算です。 2000年、オークリッチ国立研究所による二酸化炭素換算の推計では230億トンの二酸化炭素が人為的に地球の大気中に排出されている。炭素循環全体を見ると、毎年約に100億トンの二酸化炭素が自然界から排出され、約に138億トンの二酸化炭素が自然界に吸収されている。 この差分が人為的な排出の吸収分で人為的な排出量のおよそ半分35億トン程度の二酸化炭素が毎年大気中に増えていると考えられている。大気中の濃度は1750年の産業革命が始まってから二酸化炭素は31%メタンは149%分増加2001年 WDCGG によるしている。これは 表彰コアから得られた信頼できるデータが得られている。過去65万年の間のどの時期よりも高い。二酸化炭素がこれよりも高い値を示すのは間接的なデータであるが4000万年前までさか乗るとされている。二酸化炭素濃度を最も長期にわたって実際に計測しているのはマウナロアの観測からであり、1958年に始まった。 マウナロアのデータでは年間平均値は 315ppm から単調的に増加し、キーリングのカーブ2003年には濃度は 376ppm に達しているが、南極でもほぼ同様の変化を見せている。火山など自然要因の増加も考えられるが、IPCC 第4次評価報告書では、その影響量は人為的なものに比べて少ないとされている。これに対して、 異論を唱える者も,もいるが、学術的に広く認められてはいない、会議論、いろんな節を参照。二酸化炭素は、温室効果係数が小さいながらも、環境中での寿命が長いこと、地球放射スペクトルに対する吸収波長の重なりが大きいことから、放射強制力が大きいとされる。人為的に発生する二酸化炭素量は、石炭を用いた火力発電や、 自動車の排気ガス、工場の排気など化石燃料の燃焼が最も多い。熱帯雨林を破壊する焼き畑農業も主要な原因であると考えられている。また火山活動や山火事など自然現象によっても発生する。2006年の国際連合食料農業機関の報告では二酸化炭素の9%が畜産から発生しており、交通から発生するよりも多い。 世界自然保護基金は2030年までに最大でアマゾン熱帯雨林の60%が破壊され、この影響で二酸化炭素の排出量が555億トンから969億トンに増える可能性があることを報告した。2006年の国際連合食料農業機関の報告では伐採された森林の90%が放牧地へと転換されている。 二酸化炭素は海中にも直接取り込まれ、高雨に溶け込み故障に流れ込み、最終的に海洋にも流れ込む。海中の産後に炭酸カルシウムなどとして海水岩油分から取り込まれ、森林の木々の蘇生には大気中や地中の水分などから固定される。この両者の固定されている炭素量は人類による環境破壊や資源としての利用の結果、 年々炎症傾向にあり、そのことも、間接的にも、人為的に二酸化炭素を増やす要因となっている。なお、二酸化炭素の増加そのものが生態系に及ぼす、影響も指摘されている、地球温暖化の影響、海水の酸性化を参照。地球上に排出、または発生する、メタンガスは、野牛や、家畜の牛、羊などによる呼吸だけで25%を超え、 他に、肥料、天然ガスや水田、ゴミの埋め立て、化石燃料の燃焼などで年に2億5000万トンが放出されている。2006年の FAO の報告では、メタンガスの37%が、畜産から発生しており、主に半数動物の消化期間から発生している。そのため、現在、家畜においては、バイオテクノロジーによる飼料の開発が進められている。 海底から噴出するメタンに限定するなら、単体のメタン同様、近年、海底内に大量に存在することが発見された、メタンハイドレートによる響きも、発見されて間もないために調査不足ながら、少なからずあるとの主張も出てきている。構造や、生成原因などについては、メタンハイドレート参照。深海部の平均水温が2摂氏3度上昇すると、海水に接している。 メタンハイドレートが一気にメタンガスに変わり、メタンハイドレートの160倍以上のメタンとなると、される。さらに、海底部の水温が上昇する、環境下では、海水全体の温度が上昇し、二酸化炭素同様、メタンが水中に溶けきれず、空中に放出されてしまう。メタン単体は温暖化係数、電磁波の吸収率が高く、温暖化現象を促進する。 また、それがさらに海水温を上昇させ、ハイドレート誘拐に影響するといった形で、悪循環、性のフィードバックにもつながるとされる。メタンの赤外吸収のピーク波長は7.6マイクロメートル。金にあり、水蒸気や二酸化炭素による赤外吸収がほとんどない窓領域と呼ばれる波長領域に一部吸収が重なるため、微量ながらも温暖化効果は、 比較的大きいとされる。2006年の FAO の報告では、アサン化窒素の65%が、畜産から発生し、主に排泄物から発生する。二酸化炭素やメタンに比べ、水蒸気は、大気中に存在する量も、赤外線の吸収量ともに桁違いに多い。二酸化炭素の吸収できる、赤外線の波長域は限られているが、赤外線の吸収率から言えば、 メタンは二酸化炭素の40倍以上であり、水蒸気はさらに高い。その一方、水蒸気は地上付近で熱を奪って蒸発し、雲となって日光を遮るなど、温暖化を強く抑制する働きも持つ。代表的な例としては、火器のようなものがある。二酸化炭素やメタンの場合は、このような作用がない。このように、水蒸気は温暖化に関して、互いに、 相反する作用を合わせ持つ。このため、水蒸気の影響の評価には雲や降雨を含めた大規模な数値シミュレーションが必要となる。ここに、水蒸気フィードバック及び暴走温室効果に関する記述が欲しい。ただし出点を復帰すること。と、蒸気のほかパワフルオロカーボン類や毒復活用なども強力な温室効果ガスである。 間接的に人類が関与している例として、環境破壊や水質悪化により、海底に生息するサンゴが減少し、海水中の二酸化炭素が取り込めなくなり、大気中に大量に放出されるという問題もある。また、森林の伐採、焼き畑農業による光合成の能力低下、成長に伴う細胞を構成する元素として取り込む、炭素量の減少による二酸化炭素量等、 放出量や減少能力の潜在的低下が考えられている。地球に向けて放射される太陽放射の反射率、アルベドの変化も地球の気温に大きく影響していると考えられている。あらゆる物体は受け取った光の一部またはほとんどを反射する性質を持っており、反射率が高い物体はそれに応じて吸収率や透過率も低くなる。 白色に近い雲や雪氷、雪や氷河の表面はアルベドが高いが、黒色に近い森林や暗色の土壌はアルベドが低い。大気中や地球表面にアルベドが高い物体が増えると、地表の気温を決める地表付近の放射量が減り、気温が低くなる。IPCC 第4次評価報告書によれば、現在の気候1750年と比べると、 雪上のすすの増加によって0.0から0 2ワット,メートルの放射強制力が増加したのをはじめ、土地利用の変化によって0.0から0 4ワット,メートルの減少、雲のアルベドの増加によって0.3から1 8ワット,メートルの減少が見られた。人為的に排出される多の汚染物質である硫酸エアロゾルは日傘効果を持っており、 この効果は20世紀中盤の寒冷化に関係しているという意見がある。太陽放射は周期的に変化しており、地球の平均気温にも影響を与えている。ただし、IPCC 第4次評価報告書では、近年の地球温暖化に対する影響量は、人為的な要因に比べて10分の1以下とされる。10、この節の内容は、 IPCC 第4次評価報告書の評価結果がまだ反映されていない。オゾン層を破壊するという理由により使用禁止もしくは使用制限されたフロン系ガス、代替フロンを含むも温室効果ガスであり、その放射強制力は0.34プラスマイナス 0.03W マイメートルもしくは温室効果ガスのトータルの放射強制力の14%と見積もられている。 ただし、オゾン層減少による地球温暖化への影響量はさほど大きくないとされている。オゾン層破壊と地球温暖化の関係についてはいくつかの相反する影響が考えられている。これについては、オゾンの減少は太陽放射をより通過させ大流圏を温める効果と寒冷化した成層圏が長周波の放射を減少させ大流圏を冷却するという 対立する効果がある。この結果、全体的に見れば、オゾン層の減少によって寒冷化が進むことになる。IPCC は、過去20年観測された、清掃圏のオゾンの減少は、表層対流圏システムでは、負の強制力となると結論付け、その値は、およそマイナス0.15プラスマイナス 0W マイメートルと見積もられている。人類の活動の影響量、 および将来の温暖化の影響に関する予測は、超長,長期を対象として、地球全体の大気や水の状態を計算する必要があり、膨大な計算量を必要とする。10、この節の内容は未整理です。最新の IPCC 第4次評価報告書の評価結果も、必ずしも反映されていない可能性があります。温暖化の研究では、 コンピュータモデルを用いた気候研究が行われている。使われるモデルは実際の気候変化、季節変化や北、大西洋振動、エルニーニュなどの観測事実とシミュレーション結果よく一致するものが使われる。これらのすべてのモデルの結果が温室効果ガスの増加は将来的に気候を温暖にするであろうと示している。しかし温暖化の程度予測は それぞれのモデルによって異なり、これは雲についての評価の違いなどが反映していると思われる。気候モデルは第四次報告書でも用いられ、1980から1999年と比較した2090から2099年の世界、平均地上気温は摂氏1.1度から摂氏6.4度上昇すると予想している。また、 気候に対する放射強制力として働く自然原因及び人為的な様々な要素をシミュレーションした結果をこれまで実際に観測されたデータと比較することによって近年の気候変化の原因を推測することもできる最新の気候モデルでは過去1世紀の地球規模の気温の観測データとよく一致する結果が得られたこれらのモデルでは 1910年から1945年頃に起こった温暖化が自然の変化なのか人類の影響なのかは明らかに示されてはいない。しかし1975年以降の温暖化は人類が排出した温室効果ガスの影響が極めて大きいものであると示唆している。第3次報告書による将来の気候変動は次のシミュレーション結果に基づいて見積もられている。 すべての結論は GCM 全球気候モデルを使って数百キロメートル以上のいくつかのスケールに適用したシミュレーションに基づいている。それぞれの気候変動シミュレーションは1990年から2100年の期間にわたって行い、温室効果ガス濃度の変動と硫酸エアロゾル排出の直接影響の変動の様々な予想によるシナリオ全体の幅に基づいている。 たくさんあるモデルのうちで数少ない AUGCM、大気海洋結合モデルではオゾンによる影響や間接的なエアロザルの影響も考慮している。ほとんどのモデルでは重要視されていない強制力やまだよくわかっていない強制力、例えば陸上表面の変動や交差などの土壌粒子、ススなどなどについては全く考慮されていない。また AUGCM シミュレーションであっても 太陽放射強度や火山灰濃度の変動などは考慮されていない。なお、エイウグシエムシミュレーションは計算機資源に対して複雑すぎてほとんど行えなかっため、結論はずっと単純なモデルに基づいて見積もられた。従って結論はエイウグシエムによるものとはやや異なっている。結論には使われなかったエイウグシエム実験では次のようになった。 全球平均の表面気温が1961年から1990年までの平均と比べて2071年から2100年までの平均の変化ではセルス、セルス草案の B にシナリオで接し2.2度となった。シミュレーションに地球が持っている二酸化炭素を吸収する能力、炭素固定能力を加えると化石燃料からの二酸化炭素の排出が増加するに、 つれ大気中から吸収源、陸上生態系や海洋への吸能力が減少し、その結果、気候の変化が急激に現れ予想を超える温暖化を招くという結果が示される。しかしこのモデルでは、気候変化は水理学的及び生態学的な影響で、相殺されて結果的に薄くなるため、21世紀の終わりの温暖化速度はまだ小さいとしている。他にも、 温暖化によって、ツンドラの溶解が進み永久凍土や氷クラスレートに大量に含まれている強力な温室効果ガスであるメタンを放出させ、さらに温暖化を促進するというメカニズムが考えられいる。雲に関するモデルが進歩しているにもかかわらず、これの取り扱いについてが、現在のモデルにおける不確かさの一番の要素となっている。現在でも議論中のものとして、 間接的かつ重要な要素である太陽放射量の変化のフィードバック効果を気候モデルにどう取り入れるかという問題もある。さらに、これらのすべてのモデルはコンピューターの能力に限定されるので小さな規模の気象現象、例えば嵐やハリケーンを見落とす可能性もある。しかしながら、これらの制約を除いても IPCC では気候モデルは 将来の気候の推定に適した手法として有用であるとみなしている。2005年12月、ベランほかは雑誌ネイチャーに空気中の大気汚染物質が持つ日射の反射効果、日傘効果が従来考えられている2倍あり、実際の温暖化の何割かがそれに隠れされていると述べている。この説では、従来のモデルは温暖化を過小評価している。危険性が指摘されている。 前述のように原因の解析には不確実性が伴う。このような不確実性などを理由に近年の温暖化は人類の活動が原因とは証明できないとの主張や陰謀であるとの主張も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。